ちゃん、オラに何の用事だろう。オラ早く修行してんだけど。もしかしてじっちゃんが修行してくれんのかな。でもランチが来てるって言ってたしな。なんか嫌がんな。さっさと片付けすっぞ。なんか嫌がんな。
さっさと片付けちまうか。とにかく行ってみっか。よし、そろそろだぞ。じっちゃんたち元気してっかな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、なかなかやりそうなやつだな。なんか、おい、なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。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 よく来たな、悟空。まずは、ランチさんの話。よう、ランチ。久しぶりだな。どうしたんだ、じゃね。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。おう。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ、どうも修行で世界中を放浪して、そんで今、どこにいるかわからん。そんなこと言われても、俺飛べんだからビューンと探せ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら、木を探れるんじゃから、すぐ。へへ、ほら、肝心なことは。よし、見つけたぞ。何？もう見つけ、これでも、バカ、準備ってもこんなに早く見つかると思ってなかったから、まだな。とにかく準備ができるまで。しょうがねえな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。
使いやがんな。さっさと片付けちまうか。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっている。それで探してたんだ。そうか、そろそろ次の場所へ行こう。お前、そうだな、ちょうど修行を終えたところだ。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいい？むしろありがてえくれだぞ。お前行くぞ。まだまだ約束通りしばらく今の手合わせでもうしばらくここで修行する。天さんがいい。悪いな。それで、そう、いランチだよ。そう、本来ならば修行に集中したいと。約束はままここで待つとさ。オッケ
ようだったんだ。おう、そってわけで今行ったとこで、そうか、ありがとうよ。これは礼だ。気合い入れて差し入れ。食い物なら行く。よしてあと少しだ。この壁を乗り越えれば、俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ？そういうと思ったよ。来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について。面白い、早速試して。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女。わかった。トレーニングははかどってるか。余計なお世話。ま、無理せんようにな、ベジータ君。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、これ見ていろ、カカロット、貴様を。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ。みんな修行して腕上げてっかな。
から修行して腕上げてっかな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、わりわり。でもどうせさ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。やり残していることがあるならや。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。よっ。もっと修行して腕上げて、どんな人造人間が出てきても絶対勝ってやっぞ。こんなでけえ町だと迷っちまいそうだ。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。ちょっと腹減ってきちまったな。なんか嫌だ。ワクワクすっぞ。よっしゃ。
ち元気してっかな。なかなかやりそうなやつだな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。船が沈んでるな。この艶絶対うめえぞ。この魚どんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、鉄橋があんな。
人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみてえな。遅かった。わりわり、いろいろあってさ。もあ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間は。トランクスの警告から3年の月日が。ご飯ちゃんも悟空本当に弁当持って。すまね父。いや、孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵。見てもいねえのに分かりこねえさ。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束のブルマが抱きかかえていた赤ん坊の名はトランクス。ベジータ、そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に、そして悟空。街中で爆発だ。ダメだ。どういうことだ。人造人間だからだ。だから木なんてないんだ。なんだと。どこだ。木を感じないのであれば直接目で探すしか。よし、みんな散って探そう。発見したらご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。木を感じられねえっちゅうは思ったよりやっとだ。ピッコロ、見つからんな。気ぃつけてくれよピッコロ。オラが目的なら
とっとと出てきやがれ。他のみんな見つけられたんか？どいつだ？どこにいる？人造人間が襲うのが分かる？そうか。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。ダメだ、そうか。見つけたら大きな怪我。来ちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。それにここに現れることもわかっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。好きな死に場所を選べ、孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ。ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはない。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。いい加減にしろ孫悟空。この場所にしろ。貴様らにはえら。いいだろう。孫悟空、貴様をずっと偵察。天下一武道会の時も貴様が我がレッドリボン。いかにすれば。空への恨みか。そうだ、貴様のせいでレドクターゲル。まるで貴様自身がドクターゲルのような。バカを言うな。私はドクターゲルの作り上げた。ドクターゲルは死んで。なるほど。だがナメクセ。そんな必要はない。ベジータたちとの戦い。一番肝心なことを調べ忘れちまったら。何、致命的だったな。スーパーサイヤ人のこと。ほう。だがは19号でも十分に倒す。あっそう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。
何を。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。吸収した。孫、気功派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに仙豆で助けてもらったんだ。残りの仙豆も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。
ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺に叶うもの。さあ、ほっほっほっほ。やはりそんな程度だろうな。くぼしやれ。しても無駄だ。覚悟しやがれ。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。やりっこ。
算が狂った。クワタン、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 クソったれ。エネルギーはもらったぞ。覚悟しやがれ。やめろ。エネルギーはもらったぞ。感じるのか、人形野郎でも。くらえ！こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ！随分とエネルギーを使ってしまった。貴様がいくら想像以上に強くても、逃がさんぞ。俺も行くぞ、人造人間。俺も行く。バックも。分かった。だが戦おうとはするな。奴は岩場に姿を隠しているはずだ。さらなる脅威、未知の人造人間たち。あの人造人間、思ったより頭が回るようだ。ゴハンたちからは密言のために